SCP-2085JP。 博士のびっくり、箱の中身は何だろうな？ゲーム。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-2085JP はサイト8181にある提供井戸物品保管ロッカーに収容してください。SCP-2085JP の市場への流出が確認され次第速やかに回収し、関係者に A クラス記憶処理を施した後解放し、カバーストーリー、発注ミス、を適用してください。SCP-2085JP を用いた実験の際にはレベル2以上の職員2名以上の許可が必要です。SCP-2085JP の実験の際に出現した SCP-2085JPA は異常性の無力化の確認を焼却処分してください。説明。SCP-2085JP は20cm×20cm×20cm の中身が空のプラスチック製の箱です。箱の上部には直径 17cm の円形の穴が開いており、中心から放射状に切れ込みが入った紙が取り付けられています。SCP-2085JP の中を視認しても何も確認できません。SCP-2085JP の裏には、博士のびっくり、箱の中身は何だろうな？ゲーム、と書いてあり、以下のような文書が付属しています。良い子のみんな、博士はゲームがとっても大好きさ。楽しいからね。みんなも好きだよね。そこで博士は、博士のびっくり、箱の中身は何だろうな？ゲーム、を発明したんだ。遊び方は簡単。箱に手を入れて出てきた中身を当てるだけ。中身が何かを当てて君もゲームマスターになろう。楽しもうね。SCP-2085JP の異常性は SCP-2085JP の穴に人が手を入れた時に活性化します。SCP-2085JP に手を入れた対象は SCP-2085JP から手を出すことができなくなり、SCP-2085JP の内部に何らかの物品が出現します。以下 SCP-2085JP-A と呼称。SCP-2085JP-A には法則性がなく、何が出現するかは不明です。SCP-2085JP-A を SCP-2085JP の異常性、口述、以外の方法による回収の試みは全て失敗に終わっています。SCP-2085JP に手を入れた対象が SCP-2085JP-A の予想を発言したとき、これまでの記録において SCP-2085JP は、不正解、という音声とともに中の SCP-2085JP-A が対象の前に何らかの異常性を付与された状態で出現し、対象に負傷を与えた後に無力化します。また、正解、という音声とともに中の SCP-2085JP-A が対象の前に出現する場合が数例のみ確認されています。以下は SCP-2085JP の実験記録です。実験記録208501。日付、2016年。月14日。対象、D35068、43歳、男性。実施方法、対象に SCP-2085JP を活性化させ、SCP-2085JP-A を予想させる。結果、対象は SCP-2085JP-A を、ボロボロの箱、と答えました。その後、不正解、という音声とともに対象の前に SCP-2085JP-A が出現。SCP-2085JP-A はゲームソフト、ポケットモンスタールビー、でした。その後出現した SCP-2085JP-A の異常性が活性化、対象は感電し終了しました。分析。出現した SCP-2085JP-A は調査の結果 D35068 の息子のものと一致しました。実験記録208502。日付、2016年。月14日。対象、D26345、31歳、女性。実施方法。対象に SCP-2085JP を活性化させ、SCP-2085JP-A を予想させる。結果、対象は SCP-2085JP-A を、ツルツルしたいし、と答えました。
その後、不正解、という音声とともに対象の前に SCP-2085JPA が出現。SCP-2085JPA は中、と刻まれた位牌でした。その後出現した SCP-2085JPA の異常性が活性化し、SCP-2085JPA が対象の頭上に転移し落下、対象を終了しました。分析。出現した SCP-2085JPA に刻まれていた名前は D26345 の祖母、個人、の名前と一致しました。実験記録208504。日付、2016年。月14日。対象、D37634、21歳、男性。実施方法。対象に SCP-2085JP を活性化させ、SCP-2085JPA を予想させる。結果、対象は SCP-2085JPA を、何かが入った筒、と答えました。その後、不正解、という音声とともに対象の前に SCP-2085JPA が出現。SCP-2085JPA は、高等学校の卒業証書の入った丸筒でした。その後出現した SCP-2085JPA の異常性が活性化。SCP-2085JPA が対象の手に転移し対象が握った状態で対象を、解放出し、対象の頭蓋骨を骨折させました。分析。出現した SCP-2085JPA は2013年度のものであり、D37634 の年と一致しました。実験記録208509。日付、2016年。月15日。対象、D29510、27歳、男性。実施方法。対象に SCP-2085JP を活性化させ、SCP-2085JPA を予想させる。結果、対象は SCP-2085JPA を、何か長いもの、と答えました。その後、不正解、という音声とともに対象の前に破壊された状態の SCP-2085JPA が出現。SCP-2085JPA は D29510 の左腕でした。D29510 は、年前に交通事故で左腕を喪失しています。その後出現した SCP-2085JPA の異常性が活性化、SCP-2085JPA が対象の首元に転移し、首絞めを行い対象は失神しました。分析。出現した SCP-2085JPA は明らかに SCP-2085JP 内部に入る大きさではなく、内部は何らかの異常空間になっていると考えられています。実験記録208516。日付、2016年。月16日。対象、D13536、51歳、男性。実施方法。対象に SCP-2085JP を活性化させ、SCP-2085JPA を予想させる。結果、対象は SCP-2085JPA を、妻の指輪、と答えました。その後、正解、という音声とともに対象の前に破壊された状態の SCP-2085JPA が出現。SCP-2085JPA は 210mg ほどの重さのダイヤモンドの装飾が施された指輪でした。分析。出現した SCP-2085JPA から H、A、というローマ字で書かれた名前が確認されました。ほい。2000年月17日、実験記録208504の際に出現した SCP-2085JPA から1枚の文書が発見されました。以下はその全文です。やあみんな。博士のびっくり、箱の中身は何だろうな？ゲームは楽しんでるかな？楽しんでるなら嬉しいな。でもこんなに素敵なものを当てられないだなんて。みんなのとっても大切なものなのにさ、博士はがっかりさ、そんな子にはお仕置きだ。楽しもうね。上記の文章を受け、SCP-2085JPA の法則性を現在調査中です。